てろ道はいこんにちは。 今回もですね、8次元以下の世界ですね、下脱してない人たちの世界についてもうちょっと考えてみましょう。1、3000世界ですね、これ、はい。1、3000世界が無限にあって、えー、仏国土から、9次元の仏国土から、そのいろんな1、3000世界に生まれ変わることができるのは、えー、スーパー大五冊なんですよ。で、あらゆる世界に行って法華経があるから、えー、そこで極空会を主催して、他の人も入れて、自分は過去に、えー シャーカムには、その世界にいる如来の法華経の、その如来よりも昔の如来に授業を授けてもらって、いろんな世界に行って、法華経を教育会,教育会を主催して、どんどん広めてで今回この世界に来てるんだよっていうのが見覚悟なんですよ。で、この一三千世界をもう少し詳しく言いますと、この一三千世界だけでも、えー、ものすごい無限なんですよ。果てのない無限。要するに、まあ、火付け神事のところで、 えー、5次元にあなたが死んでいくと下脱してないからですね。そうすると無限の世界があると。その無限の世界っていうのは、えー、いろんな3次元があって、下から発生してるんですよ。3次元から発生してるのが、5次元、6次元、7次元の世界なんですよ。ですから、7次元の、えー、アインシュタインとかニールス・ボーアとか、シュレディンガーとか、ハイゼンベルグっていうのは、この人たちももちろん菩薩なんですけど、あくまでも一つの3次元世界を目で見て、 そしてその時間と空間が流れてると。で、その世界にある法則を通して、それを相対性理論とか、あるいは量子力学とかっていうふうに、あくまでも三次元の世界を土台にして、えー、見てるのが、量子力学のこの八次元以下の世界なんですよ。要するに相対的な相対論っていうのは相対するあらゆる相反する、えー、相対しているこっちとあっちとか、過去と未来とか、えー、 いろんなあなたと私とか、法華経とくだらない本とか、いろんな相対してる状況があって、空間ってできますよね。まあ、アインシュタインももともとこの世界は時間と空間自体が幻であるって言ってて、この人もアラハになってるんですけど、法華経がないんで、やっぱりそのアラハより上に行けないんですよ。あの、法華経に帰省してないから、ビッグバンを起こせる大菩薩になってないんですよ。で、この、まあ、あなたが三次元にいる間は、この三次元からも無限の平行宇宙が生まれてると、 で、あなたが例えば10分後に何をしてるかわからないと。じゃあ1時間後に何をしてるかわからないと。じゃあ1年後にはもしかしたら火星から宇宙人が来て火星に行ってるかもわからないと。そこで火星人と結婚して火星人の子供を作って、さらにそこからその子供は水星に行って水星人の子供を作ってるとか。あるいはこの世界で旧約聖書で言えば、自分は実はユダヤ人であると。実は,実は日本人であると。日本人っていうのは実は日本列島っていうのはこの地球の上のですね、あの、 お釈迦様から、正法、造法、末法、再末法っていうのは2500年間ありますね。その文明の流れに沿って、まあ、国のとこたちは6次元いますと。で、自分は5次元の高、高間瓦っていうのを収めてますと。で、高間原の人口は、まあ、無限なんですけど、一応、100万人の人口があったとしますよね。そうすると、国のとこたちは、この5次元の自分の高間原の人口をもっとですね、100万人から1000万人ぐらいに、えー、大きくしてですね、あの、 五次元のですね、あの、勢力をもっと上げたいと。そのためには五次元人を増やしたいんで、このお釈迦様の聖法、図法末法のこの地球に来てですね、日本人にですね、いろんなところから生まれ変わってくるですね、日本列島の上に。そうするとこの2500年の間、まあ日本の、えー、歴史自体2000年ぐらいとしますよね。その2000年の間に生まれ変わってきた人に神道を教えてですね、そしてあの、 最後の時に日本人に一回生まれるとまた日本に縁を持つから日本人に生まれやすくなりますよね。そうすると2回の大戦争を経て日本は負けてしまいますと。そうすると最後にあの、その地球のですね、他の勢力にやられてしまうんだけど、その中で日本人っていうのは良い,い日本人が3分の1だけ残ると、それは、えー、滅亡した後にその魂は地獄に落ちないで5次元に登っていくと。そうするとその5次元に登った魂っていうのは大体100万人いた中でさらにまた増えるわけですね。 こういうことを六次元の神々っていうのは三次元を使ってやってるわけですね。はい。で、予言書っていうのは大体なんですよ。あの、面白いのは日本神道のこの国男たちっていうのは、戒律、戒律を与えないって言うんですよ。三次元に住んでる人たちに、あれやっちゃダメ、これやっちゃダメとか、他の神様も拝んじゃダメとか、あと、偶像通販するなとか、変なことしちゃダメとか、タバコ吸っちゃダメ、お酒飲んじゃダメって、戒律はやらないって言うんですよ。戒律なんてものは邪道だってなのは日本神道の神様なんですよ。逆に、ヤーベっていうのは、 自分が宇宙船に乗って肉体になって置いていくと。それで、えー、原人と自分たちを掛け合わせて、そこにエデンを作ると。五次元のエデンを再現するんですねで。そこからいっぱい人を増やして、最初は五次元と三次元を行ったり来たりしながら暮らしていたと。で、五次元人も三次元に肉体を持って暮らしていたと。そうするとだけど、三次元の女の子たちが可愛いから、 子供を増しちゃって、五次元人だったとか六次元人の神々だったのがみんな堕落しちゃったと。これは大変だっていうことで、一回ぶ文明をノアの洪水で壊しましたと。で、そこからですね、今度バビロン文明を起こしたけど、その時はあの神と人間は別々にしたと。だけど人間たちは賢かったんで、あの、五次元に行けるようなテクノロジーを発達,しし発達させたそれを壊しちゃったとやばいっていうことで。で、この後は自分は神が、ヤーベっていう神として、 アブラハムって人を見つけて、お前から、あの、たくさんのユダヤ人が生まれるから、えー、その人たちは、お前は死になると。で、エジプトに大繁殖して、アブラハムの子孫がですね、で、12部族がイスラビに戻ったと。だけど、そこに生まれてきたキリストですね、もっと大きな大菩薩のキリストを殺してしまったと。それによって、いろんな国に、えー、散らされたけど、それがまた1900年ぶりに戻ってきたと。このシナリオはですから、6次元から見えるんですよ。 で、最後、この文明の最後に、まあ、ハルマゲドンが起こって、ロシアとかイランとかトルコが攻めていくと北アメリカが攻めていく。だけど、それを蹴散らして、ヤーベは出てきて、そこで残った3分の1のちゃんとしたユダヤ人たちを5次元に開けてやると、えー、エデンがですね、5次元のエデンがこう広がるんですよ。ですから、5次元のエデンと、えー 高まがらの国を溶かした五次元でもある程度ライバル意識を燃やしてるんですよ。それがこの三次元に来てるんですよ。ですからそういう三次元がいっぱいあるんでしょうね。全部下からこう三次元から生まれてきてる世界観なんですよ、これ。地べたにから生まれてきてる。これが五次元の無限の国なんですよ。それを統治してるのは各民族心ですね。あといろんなのいるでしょうね。だから、 三次元から生まれてきているから地獄に落ちる人、殺すのが好きだとか、もう殺戮するのが好きだとか、騙すのが好きだって、そういうのもいっぱいいて、そういう世界もあって、それを地獄って呼ぶんですけど、まあ皆さんはだいたい五次元ぐらいから生まれてきているか、六次元から生まれているか、あるいは過去に如来と縁を持って、今法華経ですね、私から聞いているかの、えー、もう相当得高い人なんですよ。もうこういう八次元以下の無限の世界をもう消滅させて、もう、如来になりましょうと、菩薩のニューライになっりましょうって、もうスーパーエリートですね、上の世界の。はい。 わかります。イエスが、えー、自分をですね、あの、堕落して、ユダヤ教の司祭たちですね、イエスが言った時の。その司祭たちをイエスが、イエスを攻撃するわけですね。その司祭たちに対して、お前たちは下から出たものであると。お前たちは罪のね、下から出たものであるが、私は上から来たものであるっていうふうに言いますよね。その司祭たちっていうのは要するにもう堕落して、それ何回も光っても地獄に落ちて、また地獄から出てきて、ユダヤ教を司祭になって、 人民をこう支配しようとしてる人たち。そこにイエスが生まれてくると、当然イエスに憎しみを持って、如来とか菩薩なんかに信心がないんで、イエスを攻撃すると。で、その者たちって、お前たちは地獄から出てきた、下から出てきたものだと。この三次元から出て、から地獄に落ちて、さらにこの三次元に転生認念してきてるなと。言います。下から出てきたものだ。だけど自分は上から出てきたものだって言いますね。このあたりですから、本当の無償法人の解脱した世界から来たイエスと、 人口を何回も生まれ変わってる、死体たちがユダヤ人に生まれ変わって、で、インチキ死体になってるっていう、この時代ですね。で、イエスを殺してしまって、その死体たちももう無権地獄に落ちましたと。で、えー、1900年の間、みんなユダヤ人はあっちこっちにやられたけど、なんか虐殺だったり、いろんなひどい目をやりながら、また集まってきたと。で、最後にヤーベはその3分の1を、700万人ぐらいを上に5次元で上げて、ヤーベのエデンは5次元で、人口が少し増えるんですよ。わかりますこれ。はい。 ですから、3次元というのは育て、5次元を,のを拡大する場なんですよ、人口を増やして。またその中に優秀な人がいたら、そのいろんな世界に生まれ変わらせて、そこをですね、えー、合併していって、ですね5次元のエデンをこう広めたりですね、えーの、高間柄を広めたりして、5次元の争いがそのまま3次元にあるっていうのが、国の男たちも言ってましたね。はい、ですからまた他の 5次元にある国もですね、いろんな惑星とかいろんな3次元に生まれ変わってまたやってんですよ、それを。で、地獄に落ちたりまたその世界に生まれ変わったり転生輪廻してんですよ。人間の世界は人間のこの地球がこの、このバージョンの地球が好きだからここに何回もこう生まれ変わってくるし、そういうパターンは転生輪廻でありますね。はい。なんとなく分かったでしょうが、これが8次元以下の13000世界で、この13000世界がさらに無限にあるわけなんですよ。この私たちが人間になった場合も想像もできないのはるか、 存在形態も理解できないような想像もできないような、また繋がっているんですけど、繋がっているとは思えないような世界もたくさんあって、その一三千世界にどこにでも生まれ変わるんですよ。人間じゃない、もう、人間的な時間的な存在じゃない、意識もない、意識があるわけでもないとか。あ、葬儀世界ですね、これが。はい、わかったでしょうか。はい、今日は以上です。